次で、警察がキャッシュカードを渡してくれとか、そういうことはないんだよ。ね、お前、現職の議員やってて、ね、そんなこともわからないのかって。ね、そんなやつはやめちまえ。一回群馬帰れよ、本当に。舐めてんのかってんだよ。警察あるデバイスです。それか、もう俺の射程下だよ、議員射程。銀射程で、銀射程。おい、板チョコ。板チョコ。チョコ材。板チョコの、お前、チョコチョコやってんだろって言ってんだよ、ほんと。板チョコが、もうね。板チョコ、この板チョコが。いや、ふざけんじゃねえぞと。ね、ここちょっとやれって、まあ、手元俺の。謝罪してこい。そんな。ねえ。荻野実議員、ね、荻野実君の、ね、資料が素晴らしかったから。あの子のこと超かわいい。勝手に予約。俺の将来の。ありがたい、ありがたいですよね。やっぱりね、子供は純粋だから取ってくれてもってお母さんが言ったんですよね。お家ながらね、いいですよみたいな、取ってくれてもって言ったんですよ。だから取らせてもらったんです、今一瞬ね。ありがとうございます、お母さん、本当にね、超ありがたい。もうベストショット今ね、生まれて10ヶ月、11ヶ月ぐらいかなの女の子がああやって手を振ってくれるって分かります？ね、お母さんの心をね、お父さんの、その旦那さんはいらっしゃらなかったですけど、もう絶対旦那さんいい人だよ。もう間違いないね。やっぱ子はもう本当宝だから。ね、親の影響をね、親の影響をすごく受けるから。ね、ああやって俺がもうスーパーヒーローなのが分かるんですよね。本当に大田区から日本を変えてもらいたいとか、そこが分かる。ここ切り抜いて、さっきのところね、誰か。皆さん、子供ね、お子さんが、だけどあそこ結構切り抜きにくいですよね。そう、子供とお母さんの顔が映っちゃってるから、そう、難しいかもしれないけどね。俺も、あんまりなことを考えちゃってます。申し訳ないんですけど、